はい、短期決戦です。5月28日7時21分です。第1281回ロト6の予想の結果、ロト6の結果を発表していきたいと思います。よし、2018年、5月28日第1281回ロト6結果、3、7、9、15、29、40、ボーナス数字17、1等一口5億7000万、2等4口2000万、3等346口26万、4等1万6000、5900円、5等24万9000、1000円。3、7、9、15、29、40、ボーナス数字17。何やってんだって。トリフィーさん、にゃんぽす、にゃんぽす、ロト6だよ。今やられたんだよ。3、7、9、15、29、今やられたとこだよ。でもロト6やっとかないといけないなと思ってさ、9、15、17、イタリアかなんかの選挙、イタリアかなんかのあれがおかしくなってきたって言って29。壮絶なガラが来たらね、40ないじゃん。こんな感じだ。すごくいい、全然良くないね。まあ3と17があって29、3、7、3、7、9、15、29、40がない。40がないだけか。ああ29来てんじゃん。29、まあ4、3、3、17、まあ狙いはいいんだけどな。3、7、9、15、29、
3は何だ、7は、7は 前回のロト6のボーナス数字、9は前回の数字、15はロト7、29は前回のロト6、40は、17はロト7、こんな感じか。よし、終わりだ。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。